皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。総作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。12月に入りまして、今年もあと、3週間ほどになりましたけれども、まだ雪とかは降ってないんですけど、まあ、徐々に日中も寒くなって、夜も結構寒くなってきましたよね。まあ、そろそろ雪降るんじゃないかっていう感じはするんですけど、まあ、今日なんかも雪の予報が出てたんですけど、まあ、今日は特に雪は降ってないですね。で、今日はこちら、はい、12月3日発売のペヤング焼きそばスカルプ D というものなんですけど、まあ、マルカ食品のこの、まあ、ペヤングと、まあ、企業のタイアップは初らしいんですけど、なぜスカルプ D なのかっていうツッコミどころはあるんですけれども、まあ、スカルプ D っていうのはですね、まあ、アンファーが出してる頭皮ケアのシャンプーですね。こちらは、まあ、メンズと、まあ、レディースと、まあ、両方出てるんですけど、まあ、シャンプーのブランドの名前なんですよね。まあ、今回のパッケージですけど、いかにもあのスカルプ D の、まあ、シャンプーのパッケージを意識してるんでしょうけども、まあ、こちらに3000度窯焼くペヤング焼きそばののれんのロゴですけども、海藻マックスぬるぬる塩味、まあ、ということで、味に関しては全くなんか想像がつかないんですけれども、まあ、塩味ベースっていうことは、まあ、塩味のまあ焼きそばなんでしょうけども、まあ、ひじきとか酒エキス、わかめ、昆布、ビワハエキスパウダー、あと、まあ、一応、まあ、髪の毛にいいとされる、まあ、海藻の栄養分なんかも入ってる感じですかね。じゃあ早速作ってみたいと思います。今回の具というか、まあ、火薬はですね、わかめとひじきですね。これが結構入ってます。あのいつも入ってるちっちゃい肉のあのチップみたいなやつは入ってないですね。こちらがソースですけれども、まあこちらもいつものこの、いわゆる黒いソースではなくて、まあ塩味の焼きそばによくあるこんな感じのちょっと茶色っぽいソースですね。お湯入ります。はい、3分経ったので、湯切りしていきます。はい、じゃあ開けます。ほほほ、まあ、開けた感じはこうですよね。まあ結構わかめの香りがする感じですけど、やっぱり昆布の香りもするし、ひじきはそんな匂いしない感じですかね。まあ自分の鼻がちょっとあれですけど、ではいただきます。
まあ、基本的にはまあ塩味の焼きそばなんでしょうけど、パッケージにある通りまあぬるぬる塩味っていうほどぬるぬるは感じないですね。この多分ぬるぬるを感じるっていうのはこの昆布のことだと思うんですけど、昆布のこの切り身というか切り方が非常にこうちっちゃいので、こう噛んでぬるぬるをあんまり感じない感じですかね。まあ激辛エンドマックスのようなこう辛いもんではないんでね、まあ普通に塩を焼きそばとして食べれば美味しく食べられますけど、まあわかめの香りが強くて、そこはかとなく、まあ、昆布の存在が感じられて、でひじきあんたどこにいるのって感じはしますけど、まあ総じてまあ奇抜な味付けではないんで、まあ、普通に美味しく食べられると思います。ただ、まあ、海藻系がちょっと苦手だっていう人はまあちょっと嫌かもしれないですけどね。完食です。ごちそうさまでした。まあ、今回このスカルプティのタイアップということなんですけど、まあ、自分の髪の毛で言いますとね、まあ、正直、もうほぼ真っ白な状態なんですけど、まあ、中学に入った頃から、まあ、この右のこの辺にちょっと1本くらい白髪が生えるようになって、で20歳過ぎたくらいから、まあ、徐々にこう白髪は目立ち出して、でまあ30代入ったらもう結構もう、誰に会っても一言目には「ああ随分白くなったね」って言われるようになっちゃったんですけど、まあ、髪は長い友達と書きますけども、まあできれば一生付き合っていくものですので、まあ、できればたくさん長い友達でいてほしいなと思ってます。はい、というわけで、ペヤング焼きそばスカルプティー、食べてみましたけども、まあ、そんなにこう癖になるほど美味しいっていうほどではないので、まあ、中華風の、まあ、塩だれでたまにちょっと胡椒のパンチが効いてくる感じの味で、まあ、それにこうわかめと昆布が入ってて、まあ、まあ正直自分はひじきの存在が全然感じられなかったんですけども、まあ普通に美味しいちょっと磯の香りがする塩焼きそばだと思います。でこの焼きそばはですけど、これローソンで買いましたけど、まあ近所のセブンとファミマには置いてませんでした。まあスーパーなんかにはまあ置いてあるところもあるかもしれないですけど、まあコンビニではちょっと近場ではまあローソンしか置いてなかったですね。まあ、よろしかったら食べてみてください。というわけで今回も最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。まあ、関連動画から他の動画も良ければ見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。